思い出せ、見定めろ。政宗様の行く末ともなり得る男、その本質余さず見定めさせてもらうぜ。恐怖の音を奏でし者々よ、その玉を世に捧げよ。見れば賞も増票も大差あるまい。皆の者、それがしと共にこの地に骨をさらそうぞ。国を守るためならばこのような命惜しくはない。それがしの指揮を信じよう。きっとうまくいく。それしきに危ぶむならば物の器もそれまでぞ。物は天魔の前にすら立つ。私が率いていた兵もこのようにして崩れ折れていった。さあ、あなたは果たしてどこまで耐えしのげる。余が生きるにも値せず、誰ぞ散らせ。仰せのままに。俺らは伊達だ。日の本最強伊達の一員だ。龍っぽく吠えてみるかね。グオーンってか。障害になれるとは思わぬ。思わぬが、なってみせよ。小十郎様のような男になりて、なんとなくわかんだろ。それ式の討議にて世をもてなしうると思うてか。信長様は飢えておられ、貴殿なり運がなかった。見ろよ、このビシッと決まった髪型のよ。この野郎、チキショー、なんだこの野郎。こんなのおかしいぞ。拝礼に訪れたか。いよ、力弱い二代様が嘆かれた。この惨状では。急げ、まだ間に合う。すまんね、間に合わせてみせる。一抜けた妥協か。誰ぞ酒を持て。かの月を時の魚とせ。不当だと。そのようなものまやかしだ。私の式などつけ焼き場、月に表すればよ。か
勝ちどころは見落とさねえお人よ。なんなら試してみるか。根性こそおぼろと知らず、夢見し者の愚かしき。血濡れにも会いたるわ。物よ、稀に見る誠意を検索せよ。蝶の一人や二人抜けようと、最強は織田に違いなし。時にはふと立ち止まる。大事なことじゃて。そが何ぞ。何の、険しき戦場とて乗り越えてきたわ。思い上がりし思ってか、甚だもって不快なり。成り変わらんとする愚か者、また一人であるか。一人帽子の勝家か。階段とすら呼べないな。それがしが本性かどうか、その身で確かめるがよい。わしが無能なばかり、ただ兵を死なせてしまった。焼き払うのに何ぞロークがあるか。多少の犠牲など顧みるにも値しない。無理、この私も含めて。なる怖い色が。一体なんだこれは。もはや人のいるべき場所ではない。主人公、無敵なのに。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。てめえからはろくな殺気を感じねえ。なぜだ。そうだ、きっと私が出来損ないの塗り壁だからだろう。信長様、一件お持ちいたしました。そすぎ、甘露なり。物の誇りし、これぞ良い逸よ。ここで斬られることに抵抗がねえとでも言うつもりか。これは信長様とあの男との物語。私の存在はつまらぬ仇事に過ぎない。つまらねえことを言うじゃねえか、あんた。マサムル、ここは任せろ、小次郎。竜王を示すいい機会だ。少し寝てな、柴田勝家。目が覚めたなら新天地だ。マサムル様、なんという戯れを。あなたがそれをなさろうというのか、政宗様。世は全てを制するものぞ。人海欲海、天の海よりその遥か彼方まで。魔王、てめえにとってあの柴田という男は何だ。壊れし愚物、その一言ず。絶望を巻き
道を失わせるか。何のことはねえ。てめえはあの日の家老どもと同じだ。よう、ボングと見下すか。少子。政宗様の行く末が、てめえであるとは認めねえ。この命を賭してくれ。その道には進ませねえ。目玉ごときが武をわきまえぬか。政宗様、たとえあなたの理想に反することになろうとも。ま、こんなもんか。よし、引き上げるぜ、小十郎。どうした？いつにも増して険しい顔しやがって。いえ、すべては無事、帰り着いた後に。凡事の空に刻まれし、この記憶。手放しはしねえ。こと、ここに至っては刃で問わねばなりますまい。たとえ不敬のことそしられようとも。上等。お前とのダンスから逃げたりはしねえぞ。はじめに問いましょう。なぜこの小十郎を伴わぬと。帝が相手だ。身元固めはどうしたって必要だろうが。帝に挑む、その意味を理解しておられるか。戯れに命を捨てるおつもりならば。遊びじゃねえ、挑戦さ。俺にもあいつにとってもな。お強くなられましたな、政宗様。誰かさんのおかげでね。もう止めねえのか、小次郎。その必要もございますまい。今のあなたには宿っておられる死の覚悟を超えた生き抜く覚悟は。ああ、どこまでも生きる。生きて作り上げてやる。誰もが心置きなく光宿せる世界よな、政宗様。それじゃあ小十郎、ちょいとキングになってくるぜ。ご分を。いい顔だ。先日まで揺れていた男とも思えないな。のぞき見とはな。てめえらしいたしなみだ。おまけに伝説の忍びまで連れるか。帝の策は容赦がねえ。これも彼なりの賭博でね。まあ悪くない趣向だろう。竜の独り立ちか。率直な心持ちを聞かせてくれたまえ。戦果として一人の男として誇らしく思う。おそらくてめえの望む答えではねえだろうがな。未熟な主の方が好ましいのではないかね。どういう意味だ。庇護を与えるのは、頼られるのは快感だろう。それが身内とも思う相松永、てめえのご託はもう聞き飽きた。政宗様はお勝ちになる。たとえ将軍相手であろうともだ。
そして俺のなすべきはその道をただ守るのみ。これでてめえの企みも終わりだ。ならば時の最後に系と私で奏でるとしよう。シュート。あなたの意志と共に。